今日ですね、撮影しているのが4月25日になります。4月25日の段階でこのようにいっぱいお花つぼみがついています。で、これからですね、5月ゴールデンウィーク頃になりますと花が満開になってとってもいい香りがします。で、みかんの花ですね、だいたい直径が3センチぐらいですね。開くと直径3センチぐらいのお花になります。花びらは5枚あります。はい。で、とても甘くていい香りがします。で、そのお花が満開になった後にですね、実になっていきます。で、その実がですね、みかんの木自体がその実を落とそうとする現象があります。それを、生理落下と言います。で、それが一次生理落下というものと二次生理落下というものがありまして、一次生理落下の時にはですね、その実と萼まで一緒に落ちます。で、二次生理落下の時はですね、その実だけで落ちます。で、それがですね、6月頃からだいたい始まって7月ぐらいまで続きますが、だいたいなっている実の8割ぐらいが落ちてしまうと言われています。で、どうしてみかんの木がそれを落としてしまうのかというと、やっぱりなりすぎているとですね、みかんの木自体がしんどくなってしまうから。なので本当にそのならせたい実だけをみかん自身が選んで落としているという現象になります。でですね、その生理落下の現象がどうして起きるのかというと、例えばその栽培方法が悪くてですね、水やりが少なかったとか肥料が足りなかったっていうことではなくですね、みかんの木は、どれもそれは正常に起きる現象です。なので大丈夫です。はい。で、今の作業としてですね、摘来という作業があります。摘来、摘する摘ですね。摘する、はい、摘む、そうですね、摘む、はい、来はつぼみと書いて、摘来という作業があるんですけれども、はい。で、今の作業として摘来という作業があります。摘、摘むという字にですね、来、花のつぼみですねと書いて摘来という作業があります。で、それはまあお名前のごとくお花を摘む作業になります。で、やる木ですね、こう大きいもう静木ではなく、どういう木にやるかというと、今年、定植したまだ小さい赤ちゃんの木ですね、その木のお花を摘みます。なぜ摘むかというとですね、やっぱり植え替えをしたばかりの植物は根が傷んでいて、そこで無理やり実をならせようとするととても木がしんどいんです。なのでお花を摘んであげて成長傾向に持っていく、植物が大きくなる方に力を注げるようにしてあげるっていうことが大事です。なので、この時期は摘来という作業もとても大事な作業になります。